ロッケンベルクはドイツ連邦共和国ヘッセン州ベッテラウ軍に属す町村である。ロッケンベルクはミッテルヘッセンのベッテラウ軍北西部に位置する。ホーゲルスベルク山地で湧き出したベッター川が町内を流れている。ロッケンベルクは連邦アウトバーン A5 号線から約 5km、A45 号線からは約 8km 離れている。ロッケンベルクは ラインマイン地方の北端の一つに数えられる。ギーセンへ2 5トルマールブルクへ3 5トルフランクフルトアムマインへ4 0トルの場所にあたる。最寄りの鉄道駅はブッツバッフにある。ロッケンベルクは、北はミュンツェンベルク、東はベルハースハイム、南はバートナウハイム及びオーバーイコールメルレ、西はブッツバッフと境を接している。 自治体としてのロッケンベルクは、オッパースホーフェン地区とロッケンベルク地区で構成されている。ロッケンベルク地区の人口は2297人、オッパースホーフェン地区の人口は1940人である。ロッケンベルク城、巨漢は14世紀に建設されたものである。ロッケンベルクは1191年に初めて、ロゲンバーチとして文献に記録されている。城は、 1150年頃に建設された。中世には、ロッケンベルクは、たびたび領主が変わった。1225年までは、ミュゼンベルクか、その後、ファルケンシュタイン家、エップシュタイン家と、千利。1535年から、シュトルベルク家にヒシュタイン白領となった。さらに1581年からは、マリエンシュロス修道院と共に、マインツ選定工領に属した。 ナポレオン時代になると環境は根底から変化した。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、マリエン修道院は世俗化され、修道女たちはここから立ち退きを余儀なくされた。1806年に新生ローマ帝国が崩壊した、後、ロッケンベルクは、ヘッセンダルムシュタット大公国に編入された。城は、ビーゼンヒュッテン男爵の所有となり、 1915年まで農園の管理棟として使われた。1811年に旧マリエンシュロス修道院は牢獄にされた。1847年にロッケンベルクがマインベーザー鉄道で結ばれる計画が地主たちの抵抗に相飛んざした。1870年頃から様々な会社によって慶願の採石場が設けられ、1854年頃に 設立されたタバコ工場はコーヒー工場に変わった。1906年からブッツバッハリッヒャー鉄道の建設が行われた。1913年からロッケンベルクに伝統が灯った。第三帝国時代にはロッケンベルクの刑務所にも様々な人物の逮捕、投獄が行われた。ドイツ共産党の第二子、ビルヘルム・ハムマンは、 1933年から1938年までこの地に監禁されていた。最も有名な習慣者は1933年に逮捕された労働運動の活動家で社会民主党員のビルヘルム・ロイシュナーである。さらに1944年にはハンナチス運動グループエーデルヴァイス海賊団のメンバーの一人、ジャン・ユーリヒが逮捕された。 1945年3月27日の連合国軍の低空飛行による爆撃で2棟の建物が全壊、1棟が半壊した。この攻撃で6人が犠牲となった。1945年3月29日にアメリカ軍がロッケンベルクに入った。1971年12月31日、それまで独立した町村であったオッパースホーフェンが、 隣接するロッケンベルクと合併した。ロッケンベルクの町役場2011年3月27日の町議会選挙以降、ロッケンベルクの町議会は23議席で構成されている。無所属のマンフレート・ベッツは2004年1月18日の選挙で50.4%の票を獲得して、対立候補のカール・マリア・ベックラーに勝利し、町長に当選した。 この選挙の投票率は69.2%であった。2009年の選挙では対立候補がなく89.4%の新任票を得て再選された。この選挙の投票率は80.7%であった。ロッケンベルクの経済は中小企業が主である。かつて最重要経済分野であった農業は現在では従属的な役割しか担っていない。 最大の経済ファクターは19世紀以降存在している刑務所である。多くの住民がラインマイン地方やギーセンに通勤している。バートナウハイム、ミュンツェンベルク、ゼーデル、グリーデルに通じる修道が町内を通っている。ブッツバフハリヒャー鉄道は保存鉄道が利用するだけの路線である。ブッツバフハやバートナウハイムへはバスの定期路線がある。ロッ,ロッンベルクには 基礎家庭学校、残徒郎全修レがあり、オッパース方ンにはその文庫がある。幼稚園は両地区にある。この町には様々な種類の小売店があり、健康福祉分野の施設が多くある。ロッケンベルク地区もオッパース方ン地区も、新興住宅地が整備され急速に発展しつつある。ロッケンベルクで採取された砂漠のバラロッケンベルクの北端に砂地の溝がある。 ここは砂漠のバラの最市地である。ロッケンベルクの地獄と呼ばれる一角は1993年から自然保護区となっている。また水辺は1999年からヨーロッパの馬亀の保護地区となっている。このプロジェクトはフランクフルト動物園とボランティアの生物学者らによって運営されている。この他にロッケンベルク地区にはクロスタービーゼン保護区、 オッパー,スホーフェンには、ビンゲルツベルカ保護区がある。ありがとうございます。